こんにちは、シオンです。ダイマックスアドベンチャーをやるとね、もらえるマックス鉱石っていうのが、999個を集め切ったので、それまでに色違いが何匹出たのかっていうのを紹介したいんで、皆さんのね、参考程度になればと思ってます。結果から言うと、このクレセリアはちょっと別なんですけど、結果から言うとね、3匹の色違いポケモンゲットしました。その中にはね、伝説とかもいたんで、何をゲットしたかっていうのは後で紹介するとして、ダイマックスアドベンチャーは1周ごとに約8個前後もらえると思うんですよ。だいたいなんか7個とかなるときも10個とかなるときもあると思うんですけど、それで言うとざっくり計算して120周前後とかしたことになると思うんですよね。で、1周で4体のポケモンを倒して捕まえることができるんで、全部で約480くらいなのかなと。そして皆さん結構知ってる方も多いと思うんですけど、ダイマーアドベンチャー内での色違い確率ってのはだいたい 1% って言われてるんで、そう考えると自分はちょっと少ない気もするんですけど、そこはもうね、日頃の行いな気がするんで、だいたいね、そのくらいの確率で間違いなのかなと思ってます。で、ドイツを捕まえたかっていう紹介ですね。まずはサンダースですね。色違いサンダース最初に捕まえて、その後色違いマスグマゲットして、で、唯一のね、伝説枠、こいつパルキアをゲットしましたね。この子もたまたまパルキアに当たった時にゲットしたんで、運良かったと思うんですけど、で、実はね、4匹目捕まえてて、4匹目はね、普通にトドグラーなんですけど、こいつは999個集めた後に捕まえたんで、ちょっとそれの数には入れてないんですけど、こいつ大体4匹くらい持ってますね。ダイマアドベンチャーって結構暇な時間多いじゃないですか。なんで、同時にウルトラサンムーンで色違い厳選とかしてたんですけど、それでゲットしたやつも結構いて、1匹目が冒頭連れてたクレセリアですね。クレセリアがだいたい250とかで、十分早いんですけど、めっちゃ早いんですけど、クレセリア250回とかで出て、で、次、カミツルギですね。カミツルギもっと早かった。150回とか出たんで、化け物みたいなスピードで出たんですけど、カミツルギ。で、もう一体。これは、ダイマアドベンチャーやりながらもやったし、あとは、レジエレキ色違い厳選とか、今真っ最中なんですけど、レジエレキ色厳選の途中とかにもやってて、で、ライコーも、こいつはだいたい2500、600回ぐらいで出たと思うんですけど、そんな感じで、ダイマアドベンチャーを、999個分する間に、だいたいこんくらいの色違いがゲットできましたよっていう話なんですけど、伝説捕まえようと思うと、本当に厳しいですね。なんかやっぱり簡単ではないですね。一周だいたい20分とか15分から20分かかって、やっと1回チャンスがあるみたいな感じだと思うんで、結構やっぱりそのレジ系とかウルトラサンムーンみたいに永遠にリセットし続けるやつよりかは、なんかメンタルに来るなっていう感じがあって、なんかリセマラよりかは疲れるし、なんか心折れそうになるんで、個人的にはなんかウルトラサンムーンとかの厳選の方が好きだったんですよね。もっと運いい方はね、この999個集められて、なんか5、6匹捕まえててもおかしくはないと思うんですけど、全体的な結果としてはこんな感じでしたね。200個集めるとね、特製パッチとか夢特性にね、変えれるアイテムとかもゲットできるんで、周回して損はないかなっては思うんですけど、ということで、なんだかんだ愚痴は言いつつ、ダイマックスアドベンチャーこれからも遊んでいくんで、何か出たらね、また報告やら動画やら出していきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。